お風呂でしたよ。着いたよ。もう着いたんかい。これから出たっつうのに。はあ、暑い。なんかあった？いや、何も。この吊り橋？いや、何も。下見えないし。お、びっくりした。人がいたよ。見てなかった。左方向。画面見てたからさ。びっくりしちゃった今。あ、でも空いててよかったよ。平日だしね。左です。最高だよ、もう最高。いいお湯だったでしょ。ここ有名じゃん、湿水体なんて。そうなの。あ、でも聞いたことあるね。ここだけ、ここだけとか言うね。ここだけとか言うね。ここいいな、ね、最高だよね、うん、さっきのところも良かったよ。最高だよ、お湯飲みまして最高。最高だよ。また、また草津温泉なら全然いい。あっちが、左が旧道でしょ。今まで走ってた。照明が少ない割にはなんか明るい、うん、明るいね、なんか短いね。意味あるのか、あるでしょう。でもまだあるよ、だってな。すぐ先、事故多発エリアです。でも、登ってるんだね。あ、こっちから言うと下ってるけど、さっき自転車の人は結構大変そうだった。いい道ができたね。相当前から作ってたよ。うん、工事してたのは覚えてる。
やんな微妙なところだね。マグロかもしれない。マグロは絶対ねえよ。絶対ねえ。絶対ないよ、悪いけど。左です。左じゃない、左じゃない。じゃない。綺麗じゃん。何がゆるみ、うん、ゆるみじゃないけどさ、このライトアップは昨日さ、これいつもやってるよ。でもね、年中やってるよね、ここね。年中やってる気がする。うん。おいおい。ワイツにするか、道頓堀にするか。しばらく道なりです。絶対ワイツじゃ足らないでしょ。どう思う？まあね、そのそうだね。この先合流があります。同じ値段で食べてる二人ともさ、うん、制限4000円とかつってさ、ね、あ、足んねえ、いや頼んじゃえってってなっちゃう。ああ、それだと痛いね。結局行っちゃう。行っちゃうね。うん。それかね、食べ終わってからまた好きが行っちゃったりとか。そうなん、そういう場合もあるからね。意味なくなっちゃうからね。ああ。いいよ別に。まあいいよ。あの道頓堀でも。うん。構わないよ。お出す前だしね。道頓堀で。豪華にね。豪華な。でも千切りはしてるんだよ。ああ、そうだね。館林にあるのは知ってるけど、あと太田とかにあるの。前橋とか前橋あるよね。あるある。前橋でお腹空かなくね。ああ、そうか。まあいや、前橋でもあれば構わないけどさ。いや、俺は食べれるよ、はっきり言って。食べないな。今でも
今でも今はいいかな。うん、極端な話ね。やっぱあれなんだ、男前なんだよね。一人一枚なんだよね。ああそっか。だから一人こう頼むじゃない。来て。ああ何回も一度に頼めないってことね。だから来て、お皿が開いて、まあ、焼いてればいい。ああそういうことか。焼いてお皿が開いちゃえば頼めるんだ。頼めてそれを下げれて下げてもらって。ああなるほど。でそれだそれやな。で食べなくて食べなくてもいい。大人数でいくとじゃないの。ごっちゃごちゃになって。そうだね、なっちゃうね。時間が経っちゃう。結構混むんだよね、道頓堀いつも待つからね。だ早めに行った方がいいかもしれない。それでも結構混むのかな。あ、平日だ。平日なら混まないか。だって前俺、前で揚げ用の行ったのよね。うん。12、4、8時ぐらいで。うん。で、7時、8時前、8時ぐらいでしたんだけど。7時半過ぎかな。客が1人。あ、そうなの。2テーブルぐらいしかなかった。それならね、頼んでもすぐ来るからさ、すぐ来るだろうから。まあ、来るでしょ。混んでても来るよ。だけど、いっぱい頼むわけないから。ああ、そうだね。じゃあ、行ってみましょう。
うだね。いや、たまに早く戻るのも。立ち寄り地に到着しました。その先 250m で料金所です。日本庁こだまさん、